兵庫県立丹波医療センターは、兵庫県丹波市にある医療機関。兵庫県立柏原病院と柏原赤十字病院が統合、移転した病院である。また、丹波市健康センターミルネ、丹波市立看護専門学校も併設されている。丹波医療圏の中核病院として、急性期から回復期及び終末期までの幅広い医療を提供し、ミルネと協力して、 地域医療に関わる医療人の育成、教育拠点として機能させることを目的に設立された。27の診療科を有し、急性期204床、地域包括ケア45床、回復期リハビリテーション45床、緩和ケア22床、感染症4床の320床を持つ。さらに、人工透析を15床、クリーンルームを2室新設する。救急は、 所領室3室と診察室3室があり、屋上にヘリポートを設置。施設、設備を充実とともに、重症患者の受け入れを積極的に行う。行動指針を、世界標準の裁量で安全な医療を提供していく。こととし医学教育で勝負する病院を目指すと強いている。丹波市健康センター、ミルネは、総合診療外来だけではなく、 在宅医療と健康増進を目指し、兵庫県が指定管理を受け一体的に機能させ、両施設をハイブリッド施設として、これまでは実現できなかった広範な医療と健康、福祉、介護の連携のオンリーワンモデルを目指すとしている。兵庫県立丹波医療センターと丹波市健康、センターミルネ。ありがとうございます。